大プリニウスガイウスプリニウスセクンドゥスは古代ローマの博物学者、政治家、軍人、ローマ帝国の俗州総督を歴任する傍ら、自然界を網羅する百科全書、博物誌』を表した。一般には大プリニウスと呼ばれる。おいに、文人で、政治家のガイウスプリニウスカエキリウスセクンドゥスがおり、養子としている。北イタリアのコムム生まれ、プリニュスは、 思想的にはストア派で論理と自然哲学と倫理学を信奉していた。ストア派の第一の目的は自然法則に従って得の高い生き方をすることであり自然界の理解が必要であった。甥いの小プリニュースによるとプリニュースは夜明け前から仕事を始め勉強している時間以外は全て無駄な時間と考え読書を辞めるのは浴槽に入っている時間だけだったという。 23歳の頃軍隊に入り、ゲルマニア遠征に従軍した。50年代にローマに戻り、法学を学んだが、弁論家としては成功せず、学問研究と著作に専念した。70年頃から72年にかけて、ヒスパニア・タラコネンシスに皇帝大官として赴任した。この時に現在では、世界遺産にもなっているラスメドラスの最高作業にも接している。 最後はイタリアに戻って、直接、ウェスパシアの住み角に使える養殖に就いた。この仕事は1日の大半を自由に使えたため、プリニウスは、精力的に筆を振るい、ローマ誌31巻をまとめ、ネロテの時代から材料をまとめ続けていた、博物誌37巻の大半を書き上げた。79年に、ウェスウィウスさんの大噴火で、 ヘルクラネウムとポンペイの街が壊滅した時、プリニウスはナポリの近くの店の部でローマ西部艦隊の司令長官の任についていた。火山現象を詳しく調査したいとの熱意という人らを救出しなければという思いから彼はナポリ湾を渡ってスタビアへに上陸し死亡した。小プリニウスの伝えるところによれば、プリニウスはスタビアへの街で休息していたが、 火山性地震が激しくなったため、建物の倒壊を恐れて海岸へ避難した。するとにわかに海岸に濃い煙と用の匂いが立ち込めたため、人々はチリ散リになって逃げ出したが、プリニウスは動けずその場で倒れ、打ち捨てられた。噴火が始まって3日目に収容された彼の遺体は眠るがごとくであったという。プリニウスの死因について、小プリニウスはズラ持ちであったため、煙で、 機関紙が塞がれ、窒息死したのだと記述する。煙イコール火災サージに含まれた火山灰による窒息死は、セントヘレンズ山大噴火の際にも見られた被害であり、あり得る死因である。一方で、異州に関する記述は、火災サージに含まれた火山ガスが死因となった可能性も示唆している。また、火災サージはしばしば灼熱を伴うため、 サージを吸い込んだことによる気管支の熱傷の可能性もある。プリニュースは歴史や科学に関する多数の著作を表した。プリニュースの著作は全部で百人にも及ぶが、現存するのは77年に完成した博物誌のみである。騎兵による投げ槍の使用についての論著、老いである小プリニュースのために書いたと思われる弁論家要請の三巻本。 固形変化と活用について論じた八巻本、ゲルマニアでの戦争を記述した20巻の歴史書、そして41から71年のローマ史31巻などがあるが、いずれも現在では失われている。プリニュースの著作で唯一現存しているのが、自然と芸術についての百科全書的な37巻の大著、博物史である。自然界の歴史を網羅する、史上初の観光物であった。 ローマ皇帝ティトゥスへの拳字の中で彼自身が述べているように、この書物には100人の著者によるおよそ2000巻の本を参照し、そこからピックアップした2万の重要な事項が収録されている。メモや調査の記録は160冊にもなろうかという分量だった。最初の10巻は77年に発表され、残りは彼の死後おそらくショープリニュースによって交換された。 この百科全書は、膨大な参考文献表から始まり、天文学、地理学、民族学、人類学、人体生理学、動物学、植物学、園芸、医学と、医薬、鉱物学と、夜勤、美術にまで及び、余談にも美術史上、貴重な話が含まれている。直接見聞きしたものは、ほとんどなく、受け売りの論評と迷信がない混ぜになった風変わりな、書き物である。 約200枚の手書き原稿が現存している。プリニュースの名前は8から9世紀の文献にも登場し、中世には博物史が重視された。怪しげな情報を採用したり、科学の素養がないため、間違いを犯している点もあるが、よく整理された知識が記載されており、古代研究の分野ではルネサンスまで博物史が唯一の情報源であった。ありがとうございます。